ズマチャンネル。こんにちは、ひぐまです。今日はお出かけです。地元のリサイクルワークショップっていうか、ちょっとお庭でね、オープンガーデンをやってて、そこでこう手作り市みたいなのをね、それぞれが持ち寄ってやってるんですよ。リメイク、着物リメイクであるとか小物とかね、いろいろやっています。それと、それをちらっと見てから、車を運転して、札幌の歯科屋さんの方でもちょっとイベントをやってるようなので覗きに行ってこようと思います。あまり時間はないので、ちょっとずつこう見てっていう形で、見ていきたいと思います。ちょっと時間を巻き戻して、まずは着付けを見てください。この着物は、紫色の格子柄の着物なんですけれども、おしゃれ紬紫陽花っていうね、名前がついていました。で、横に貼ってあるシールを見ると、電話番号が京都のもので、西陣織工業組合のシールなので、京都で作られたものなのかなと思います。この日のお出かけは地元のオープンガーデンと札幌の漆器屋さんです。札幌の漆器屋さんへは車で行きました。札幌でも駅の近く、札幌駅の近くの場合は、JR が便利なんですけれども、漆器屋さんは JR の札幌駅からはかなり離れたところにあって、車で行った方が便利だし早く着くので、いつも漆器屋さんへは車で行くようにしています。だいたい距離にして60キロぐらいで、往復にすると120キロのね、ロングドライブになります。自分のね、街の中で運転するときは、名古屋帯や袋帯でもお太鼓でも、いいんですけれども、ちょっとやっぱり120キロ運転するってなると半幅帯がいいんですよね。半幅帯はね、私はいつも苦手って言ってましたけれども、今年はね、その苦手をね、なんとかね、もう克服したいって思っています。長時間の運転をするときはやっぱり半幅帯がいいですよね。それにお太鼓よりも背中の面積が小さいので涼しいですし、半幅のメリットは大きいと思います。はい、ここで純子先生のゴミ袋でくるりんぱを巻きます。ゴミ袋でね、くるりんぱはね、本当にね、私はおすすめです。なんて言ってもね、本当にスルスルってね、帯が回るんですよね。本当本当に抵抗なく回ります。そしてね、回り板ね、くるっと回す用の帯板っていうのは、体全周にね、ツルツル素材のね、ものを巻くんですけれども、あれはね、すっごいね、なんて言うんだろう、こう圧迫感があるんですよね。なんか苦しい感じなんですよ。そして夏場はね、暑いですよね。そして半幅の場合はね、背中からね、帯板がね、見えちゃうことがあるんですよね。しかもね、なんと言ってもね、リーズナブルですよね。ゴミ袋はね、大概の家にありますから、だいたいね、45リットルの、ゴミ袋、大抵皆さん使ってると思うんですけれども、あれを横にハサミを入れて切って伸ばすと、長さね、だいたい130センチくらいのね、くるりんぱができるんですよね。ゴミ袋一つあれば簡単にできるので、皆さん一度ね、やってみたらね、この良さがね、分かってもらえると思います。はい、今日の帯結びは、ひし形回しですね。このひし形回しのこの作り方は、前回の動画の秘技五角回しっていうのをそちらの方で紹介していますので、
興味のある方はそちらを見ていただけたらいいかなと思います。はい、今ね、帯が1周したところですね。それで今度2周目、このひし形っていうか、この平行四辺形ですよね。平行四辺形になった部分に帯を通していきます。そしてね、ここをキュッてね、緩まないように締めるところがね、やっぱちょっとポイントですよね。で、そのためにはこのクリップ使いですね。これがね、私まだ上手にできないんですよね。これね、本当にね、ごく最近もう私が考えた方法なので、もうこれからちょっと私自身も時間をかけて、もっと上手にできるように、皆さんにこう自信を持っておすすめできるように、私自身ももう鍛錬していかなくちゃなんないなと思っています。で、今帯が体を2周したところですね。2周したら余った部分はこのひし形に入れていきます。この帯はね、半幅にしてはどっちかというと少し短めの方だったんじゃないかなと思います。帯によってこの余る分量が違ってきますから、たくさん余った時はもう折って行ったり来たりすればいいし、まあ、その時によってそれは自由に変えていったらいいんじゃないかなと思います。そして今日の帯締めは三分紐ですね。夏物の紺色の三分紐になります。夏物っていうことでね、購入したんですけれども、私はこれ一年中通年使っています。それに、帯留めは私がビーズで作った帯留めになります。はい、それではクルリンパで回していきます。クルリンパを使うときはこうやって1回広げて、でクルリンパのこのゴミ袋と帯を一緒に回すようにすると回しやすいです。もう簡単に回るので、力を入れすぎると回しすぎちゃうのが気をつけなきゃならないところかなと思います。そして鏡でひし形が真ん中の位置になっているかどうかを確認します。ただね、ひし形はね、真ん中の位置難しいなと思いました。多少ずれててもなんか味があっていいかなとは思います。そして帯締めを縛り直して、背中の方に回して、ちょっとうまくいかなかったみたい、蝶々結びにしてますね。はい、そして回します。あ、回すとなんか斜めになって、ちょっと石川さゆり風の帯締めになりましたね。あ、って思って、石川さゆり風って思ってますね。でも直してます、ちゃんと。はい、細かいところを直して、シワを後ろの方にこう回したりして、そしてクルリンパを外します。クルリンパはね、ほんと外すとき気持ちがいいですよ。そしてなんかスッとするんですよね。はい、で、あとはちょっと微調整をしていきます。はい、できました。ひし形回し、ひし形回しにしてみました。ちょっとこう斜めになって、ちょっと変わった感じですね。はい、それでは行ってきます。はい、そしてまず行ったのはご近所のお宅でやっているオープンガーデンですね。この日は結構風が強かったですね。ね、公園みたいなんですよ。これはもう本当に大きな水盤ですよね。本当にもうね、結構ね、人はたくさん集まってたんですけれどもね、人をね、映すとちょっと修正が大変なので、なるだけ映さないように動画を撮ってきました。お花は綺麗でした。
バラの花がねたくさんありましたね。本当に綺麗なお庭でした。でなんか人がねちょっと歌歌ってるのちらっとおじさんが歌歌ってたんですよね。あの方がね歌ってた歌はね、いちご白書をもう一度、そしてその後は、松山千春のね恋を歌ってくれていましたね。こちらは、和柄の布で作ったバッグですね。こういった布が手芸屋さんに売ってるのかなと思います。こちらはねちょっと面白いなと思ったんですけど、こちらは本物の古布ではなくって、電話丸×丸って書いてるところを見ると、これも手芸屋さんでこういうの売ってるのかなと思いました。そしてこちらは帯地で作ったバッグですね。帯はねしっかりした布でできているので、バッグには向いていますよね。この赤いのちょっとね素敵かなと思ってみました。そしてこちらはスマホを入れるね、スマホポシェットっていうのかな、ね、この一番上のねちょっといいなと思ってみました。こちらはポーチですね。そしてねこれが、大島のパッチワークにしたものなんですけれども、大きなねバッグ、これだけの大きさがあればちょっと一泊旅行ぐらい行けそうですよね。そしてこっちが着物リメイクのお洋服、これね可愛いですよね。赤と黒のねコントラストがもうすごくくっきりしててね、遠くからでも本当にパッと目を引くお洋服かなと思います。そしてねこっちはね、これはねもう柄が可愛いなと思って、すごいですよね。これなんかこういうの着物欲しいなと思って見てしまいましたね、でも着物リメイクっていうのはやっぱりあのデザインよりも本当布の魅力ですよね。やっぱりパッと見て素敵なのに布の柄に目が行きますよね。こちらは手編みのカバーですね。とってもね丁寧に作られてます。靴下やあとこれは、かぎ針編みのベストでしたね。このねブルー系のやつちょっといいなと思ってみました。ただねやっぱり今夏なのでね、あそしてこれは、農作業用のジャンバーなんですよでこっちまた手編みのカバーですね。400円、とっても丁寧に作られているから400円はお安いなと思ってみました、でもさっき言ったようにやっぱりねこれね秋冬に見たら2買っちゃうと思うんだけど、そしてねこれは5000円、ここのね、今回のマルシェでは結構高い方の商品ですよね。でもこれね、わなびロードのコートで作ったコートなんですよ。これちょっと可愛かったな。そして、まあ地元ならではの野菜、これ、ネギ一束100円です。で、こちらの株も一束100円です。で、地元で採れた小豆とか黒豆とかね。で、こちらは、お花ですね。お花、あ、そしてこっちは、こちらはね、陶芸、ご自分で趣味でやってる陶芸っていうことなんですけども、すごい傘立てとか大物がね、びっくりしましたね。で、風が強かったけれども。でも本当素晴らしいお庭ですよね。はい、野口千歩さんに到着しました。着物小物っていうあの展示会、藤岡組紐展の展示会を開催中っていうことです。ごめんください。
ちらは藤岡組紐店の帯締めですね。すべて手作りの組紐になっています。本当にね、どれもみんな素敵だったんですけれども、私はね、このちょっと矢の字のようなこれがとってもね気になりましたね。いいなと思ってみました。お値段ちらっとね映像に映ると思いますので見ててくださいね。はい、これはこのお値段ですね。見えましたか。でね、こちらとてもね、ひし形が細かいね帯締めなんですけど、こちらもちょっといいお値段でしたね。そしてね、こちらはこのお値段、ちょっとお安くなってますね。で、こちらの方は3部紐、4部紐、2部紐、つまり帯留めとね合わせて使うことの多い細めの帯締めになります。これもね、すべて全部手組みの組紐になっています。このお値段ですね。手組みっていうことでね、このぐらいしても仕方ないなって思いました。そしてね、なんかお色がね、ちょっとこう微妙な色合いのものがね結構あって、いや、これやっぱり1本買ってくればよかったかなって後で思いましたね。このちょっと細めのは2分紐なんですよね。アンティークの帯留めなんか通すのにも良さそうな感じのもね、左の方にちょっと細いのありますよね。右の方にもちょっと細いのだから、ちょっと結構3分紐、4分紐、2分紐っていうのがこうちょっとこうランダムにかけてあるっていう感じですね。ちょっとね、あんまり上手に写せなかったんですけれども、写すの忘れちゃったんですけれども、ここにね、なんか猫のね足跡のとみたいなのとか、カラスの足跡みたいなね柄の入った三部紐もあったんですよね。それちょっと可愛かったですね。で、こちらがね、モケモケっていう組紐なんです。なんかつぶつぶって、もなんていうか、こうもこもこしたものが出てますよね。これはね、なんかこの藤岡組紐ってオリジナルで、この絹糸にこのなんかこうつぶつぶしたね、この糸を、一緒にこう組紐なんでね、こう組み込んでいってるんですよね。面白い。で、こちらは野口千歩さんオリジナル商品の、これはね、なんかベルトみたいな角帯ですね。とこれはね、男性用の T シャツ型になった半襟付きの襦袢ですね。これアイヌ刺繍のような感じ。これも面白い。もうね、男性用の浴衣とか下駄とか、そういったものですね。セッタかな、これは下駄じゃなくて。こちらはね、なんか組紐体験されてる人ね、いて、これ私もやってみればよかったかなってちょっと思いましたけれども。そしてこちらは組紐の実演ですね。私が思っていたよりもずっと大きなね、お道具でしたね。そしてね、なんかすごい複雑っていうか、3本取ってみたり、4本取ってみたりっていう、なんかこう全然、本当になんか複雑な動きをしてましたね。難しいですね。なんかその本数が3本だったり1本だったり、まだそんなに難しい方ではないですけどね、これは。そしてね、こちらは夏物の帯締めなんですね。こちらのね、左側の方は
モケモケなんですよね。このお値段とってもね薄くて軽いんです。すごい締めやすそうだなって思いました。お色もすごいカラフルです。可愛いですよね。でこっちの左の方はもう少しシンプルな感じの、これなんかすごい涼しそうですよね。でこれではこれもね組紐なんですけれども、ちょっとアンティークっぽい感じですよね。でこのねお花の藤の柄みたいになったの、これがねこの日見た一番の高額商品でしたね。どうやったら組紐でこんな風にできるのかしらってね、すごい謎でしたね。このお花みたいになったやつですね。これ裏側も逆の色になってるんですよね。お値段これです。着物が買えるぐらいのお値段ですよね。でも本当に素敵だなと思って見ていました。こちらのちょっとぼかしの感じもねアンティークっぽい感じですよね。こういうものもね今でも作られてるんだなって、もう本当に勉強になったっていうか目の保養になりました。右上の方にねちらっと見えてる蝶々、これなんですけれども、この日私はこの蝶々を買って帰ってきました。これです。これね組紐でできてるんですよ。これもでひときわ他のものに比べてお安かったんでね買って帰ってきました。可愛いですよね。浴衣に合いそうです。